は、インターン生の浅間です。第2回となる今回紹介するのがライブラリークロスインフィニットです。ライブラリークロスインフィニットとはブライトフライヤースタジオズ配信のパズル RPG です。主人公は古書堂と呼ばれる場所で目を覚ます。そこで白い本を完成させなければ死んでしまうという状況になり、同じ境遇にある9人の男性と共に本の完成を目指していく物語です。2018年1月25日からリリースされています。ではメインキャラクターの紹介に入ります。主人公と一緒に古書堂に閉じ込められた9人の男性たちです。サトル、主人公に初めて声をかけてくれた青年。なお、主人公の大学の先輩。アコラ、なおの幼なじみ。エイチ、面倒見のいいお兄ちゃんタイプ。司、人気アイドルの司。劣化、正義感の強い警察官。そう、底抜けに明るいムードメーカー。ともり、平和主義の考古学者。ユウ、愛らしい性格でマスコット的存在。ゲームのメインシナリオのキャラクターで、サトル、ナオ、アコラ、エイチ、ツカサ、レッカ、ソウが選べます。2018年8月7日時点の情報です。続いては本の世界について。童話などをモチーフにして作られたキャラクターたちもいます。キャラクターの持つパズルスキルで攻略するのはもちろんですが、キャラクターを強化・覚醒することでストーリーが読めるようになります。各話の選択肢で純ルート、ツヤルートに分かれており、キャラクターとの独特なストーリーが楽しめます。ストーリーの主人公はメインシナリオとは別になり、世界ごとに異なるので、いろいろな作品を遊んでいるようなお得感があります。さらにラブクロでは女性向けゲームでは有名なオトメイトの作品キャラクターが登場しているのです。白王記、ノルンのネット、アムネシア、猛獣たちとお姫様、湯の花スプリングなど、推しキャラクターを作るだけでなく、自分の好きだったキャラクターを使って遊ぶこともできます。パズルの説明に入ります。6つの色のピースがあり、同じ色のピースを3つ以上つなげて消して敵に攻撃していきます。キャラクターも色を持っているので、同じ色のピースを一定量集めるとスキルを発動できます。ボス戦は特大攻撃ができる仕様になっているので、撃破できると爽快です。私が遊んでみた結果のラブクロのおすすめ、シナリオが面白いです。主人公たちが古書堂に来てしまった謎にハッとさせられたり、パートナーキャラクターとの恋愛模様にドキドキしたりと、どんどん続きが読みたくなってついつい遊んでしまいました。キャラクターの個別のストーリーもメインとは全く別に見られるので、一つ一つ世界観ごとに楽しめました。乙女ゲームのキャラクターにたくさん会えるこのラブクロ、おすすめです。